こんにちは。暮らしの学校は世界の名作建築を学びながら、それらの素晴らしい点を皆さんの生活やこれからの家づくりに生かすためのチャンネルです。第4回目の授業はアルバ・アルトが設計した住宅を2回に分けてご紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。北欧を代表する建築家アルバ・アルト、プロダクトデザインや絵画の制作など幅広い分野で才能を発揮したアルトですが、素晴らしい建築作品を多数残しています。今回はとりわけ住宅設計について注目したいと思います。本題に入る前に、アルトの生まれた国や日本との関わり、人柄などについて簡単にご紹介しましょう。アルトが生まれたフィンランドは大国ロシアとスウェーデンの間に位置し、長い歴史の中で幾度となく侵略と占領を受けた地域でした。現在私たちが意識しているフィンランドが独立したのは第一次世界大戦後の1917年。1898年生まれのアルトが19歳の時でした。占領下で押さえつけられていた自民族の文化が一気に花開く。さあ、ここからフィンランド独自の文化を発展させていくぞと、国全体が盛り上がる時期とアルトが活動を展開していくタイミングがちょうどピタリと重なったんですね。ここからアルトはフィンランド文化の基盤を築いたとまで言われるようになっていきます。そうそう、日本でもとても人気の高いアルトですが、彼自身も日本を愛した建築家であったことが知られています。日本の伝統的な建築はもとより童話などにも親しんでいたのだとか。アルトの作った住宅の中にも日本的な要素が見られるものもあるんですよ。自然と優しく馴染むアルトの建築は日本人の感性や建築の考え方とも相性がいいのだと思います。日本のフィンランド人気の火付け役とも呼ばれる映画カモメ食堂でもアルトの設計したアカデミア書店が登場しています。皆さんご存知でしたか？アルト本人は紳士的な人柄だと言われていますが、天真爛漫な一面も。たまに行った音楽会ではぐうぐういびきをかいて寝ていたところを発見されたこともあるなんて、お茶目な逸話も残っています。周りの人から愛されるとても魅力的な人物だったそうです。今回の動画では1959年アルトが61歳の時に完成したルイカレ邸をご紹介します。ルイカレ邸のクライアントはフランスの画商であるルイカレ。ルイカレは自身のギャラリーで日本でも人気の高いパブロ・ピカソやアンリ・マティスをはじめとした名だたるアーティストの作品を取り扱う有名な画商でした。実はフランスでは現在残っている唯一のアルト建築でもあるこの住宅は、パリ郊外の緑に囲まれたとても静かな地にひっそりと建てられました。仕事柄多くの建築家と交流があったルイカレですが、アルトの自然と調和する建築に惹かれ設計を依頼したのだそう。同年代であったアルトとルイカレはその後晩年まで続く友情で結ばれます。ルイカレは後にアルト基金と呼ばれる団体の立ち上げに携わり、アルト建築の保全に力を注ぎました。この基金は現在もアルト財団としてアルト建築の保全やツアーガイド、展覧会の開催やグッズの制作など、様々な形でアルトの業績を私たちに伝えてくれています。私たちが今もこうして身近にアルト作品の素晴らしさを感じることができるのは、ルイカレたちのおかげとも言えるでしょう。さて、ではいよいよルイカレ邸の間取りを見ていきましょう。ルイカレが商談のために顧客を招くことも多かったこの家では、客人が出入りするパブリックエリアと家族のためのプライベートエリアがとても自然な形で分けられています。実は玄関ギャラリーにある2枚の展示壁がこの2つのエリアを分ける待ち切りのような役割を果たしてくれているのです。プライベートエリアには2つの寝室と子供部屋があり、その全ての部屋が大きなテラスに面しています。さらに北側に進むと使用人の部屋とキッチン、そして2階の個室へとつながります。
パブリックなエリアにはリビングとダイニングがあり、リビングと玄関ギャラリーに隣接する形でルイカリが集中して仕事をするための図書室があります。そして図面の外になりますが、家の裏側の少し離れたところにはスイミングプールとガレージがあります。屋外はもともと斜面となっていた敷地の形状を生かして豊かな庭園が作られています。外装は主に白レンガや淡いグレーのライムストーンが使用されています。また玄関ドアや窓周りのルーバーなどに木材をアクセントとして取り入れ、モダンでありながらも優しく自然との調和を感じられる見た目になっています。暮らしの学校ではこのルイカレ邸を5つの視点から眺めていきたいと思います。今回の動画でご紹介するのはこちらの2つのポイントです。1. もっと自由な自分らしい玄関の作り方って。画商であったルイカレが家を建てるにあたってアールトに希望したのは芸術のための住宅であること、そして家族の生活と芸術が離れ離れにならないことでした。暮らしの中で自然に芸術を楽しむことができる、そんな住宅を望んでいたのですね。そしてこの希望を最も反映しているのが、このルイカレ邸一番の見どころでもある玄関ホール兼ギャラリーです。最高5メーターもの高さがあるこの玄関ホール、オーロラのように波打つ天井がとても印象的ですよね。ルイカレが所有する貴重な作品を飾るためのギャラリーをアールトはこの玄関に配しました。さて、比較的コンパクトにまとめられることも多い住宅の玄関にこのような大空間を用意したのはなぜだと思いますか？ここで一度玄関という場所に求められる役割を考えてみましょう。その役割は主に、1. 外と内を行き来する、2. 他の部屋へ行くための通路となる、3. 来客を迎えるといった具合でしょうか。これらを考えると、玄関にギャラリーを配置することで全ての住人が日常的に作品に触れることができ、来客へのおもてなしの役割も果たすことができるのです。金銭的な上限がなく敷地にもゆとりがあったこの住宅では、もちろん別途壮大なギャラリーを設けることも可能でしたが、家族の生活と芸術が離れ離れにならないことという要望に沿うようこのような空間が生まれたのですね。またルイカレはここを商談の場としても活用していたそうです。確かに玄関を入ってこんなギャラリーが出迎えてくれたら、思わず自分の家にも美術品を迎えてみたくなってしまうかもしれませんね。なお、ギャラリーとして絵画などを飾るために設けた2枚の白い壁の高さは 2.2 メートル。こちらはあえてヒューマンスケールともいえる住宅として親しみのある高さで作られています。このダイナミックで有機的な形状の天井とヒューマンスケールで作られた壁の高さの対比によって、ここに飾られる作品がより一層引き立つように計算されているんですね。家を建てる際、玄関一つを考える場合においても、このように他の用途を兼ねた空間を考えてみてはいかがでしょうか。玄関はこのくらいの広さという固定観念を取り払うと、新たなアイデアが生まれてきます。例えば、DIY がお好きな方なら、土間を広くとって作業スペースを取ってみたり、植物がお好きな方なら、日当たりを良くしてガーデニングを楽しむスペースにしてみたり、ちょっとしたお客さんにお茶を出せるようなスペースを用意してもいいですね。玄関以外でも部屋の名前に縛られない自由な空間づくりを考えることで、あなたらしい素敵な住宅づくりにつながると思います。ポイント、部屋の名前に縛られない自由な空間づくりを考えてみましょう。2. 天井の高さが心地よさの鍵を握る。複数の階をつなぐ吹き抜けの空間や、天井が斜めに下がった屋根裏部屋にワクワクしたことはありませんか？普段あまり意識してみることはないかもしれませんが、実は高さという要因は空間の印象を大きく左右しています。アールトはこの高さを巧みに利用した建築家でした。さて、二
再びルイカル邸の玄関ホール兼ギャラリーを見てみましょう。大きく直線を描く玄関ホールの天井はとても印象的ですよね。しかし、なぜアールトはこのような天井を設計したのでしょうか。ギャラリーも兼ねたスペースであったのでアート的なあしらいかと思われるかもしれませんが、実はこれは北欧の環境と家作りの考え方から生まれた形なんです。アールトが主に設計を行っていたフィンランドは冬の気候がとても厳しい土地でした。例えば温暖な日本の家作りは外の自然をうまく取り入れた風通しの良い住宅が好まれてきました。日本の古典三大随筆の一つでもあるつれづれ草にも、家の作りようは夏を旨とすべしなんて言葉もありますよね。これに対して北欧では厳しく長い冬をいかに家の中で豊かに過ごすかということが重視されており、過酷な自然環境から命を守るシェルターとしての役割を見ることができます。さて、北国のシェルターには降り積もる雪から家の中を守ってくれる屋根が必要になりますよね。羽毛布団やダウンジャケットのように寒さから身を守るには空気の層を作ることが重要です。アールトはこの空気の層、建築用語でいう懐と呼ばれる断熱層の形に新しい可能性を見出しました。そうして生まれたのがこのルイカル邸の玄関ホールの天井です。空気の層さえ確保できればもっと天井は自由な形でいいんだという発見ですね。アールトはこのアイデアから他にも素晴らしい天井を持った様々な建築を設計しています。さて、ルイカル邸の玄関ホール兼ギャラリーに戻りましょう。柔らかな曲線を描く高い天井により、この空間はダイナミックでありながら人を優しく包み込むような体験をもたらします。5メートルもの高さは高窓から柔らかな光を取り入れ、玄関ホールを自然光で明るく照らすことにも役立っていますね。そして天井の曲線が隣接するリビングルームに向かって下り坂を描くことで自然と人を誘導させる効果をも発揮しているのです。木材をふんだんに使用した天井はわざわざフランスまでフィンランドの職人を呼んできて作ったそう。アールトがこの天井にかけた思い入れが伺えますね。次に書斎を見てみましょう。天井面はフラットでギャラリーほどのインパクトはないのですが、床の高低差に合わせて天井も低くなっており、動物が巣にこもるような安心感が感じられる空間となっています。書斎という人がこもって集中する部屋にはとても適したしつらいですね。最後にリビングの天井を見てみましょう。なんとルイカル邸のリビングは一つの空間でありながら3段階の高さの異なる天井を持っています。玄関兼ギャラリーの直面天井からフラットになった天井はリビングの中央手前でさらに一段下がり、より落ち着いた雰囲気をもたらします。また庭の眺めを室内いっぱいに取り込む大きな窓の高さに合わせてもう一段天井が下がっています。これは窓という存在を極力感じさせず、より外部空間と一体に感じられるようにするためでしょう。このように天井の形状を工夫することによって空間はより豊かなものとなります。床は安全に歩いたり家具などを置くために平らであることが求められます。しかし実は天井はそのような制約に縛られないとても自由な存在なんですね。あなたが心地よいと感じる空間と出会った時、これからは少し上を見上げてみてください。もしかしたらあなたの頭上にその心地よさの秘密が隠れているかもしれません。そして住宅を建てたりリノベーションをする際はぜひ高さも意識した家作りを考えてみてください。ポイント、天井の形状や高さを自由に考えてみましょう。それでは今回のポイントのおさらいです。 1. 部屋の名前に縛られない自由な空間作りを考えてみましょう。 2. 天井の形状や高さを自由に考えてみましょう。今回の授業はここまで。次回もルイカル邸の授業の続きを行います。またあなたにお会いできることを心から楽しみにしています。
参考になった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。